火山聖堂火山聖堂は、ロシア、サンクトペテルブルクにある、聖教会の大聖堂。なお、ロシア聖教会の大聖堂には、複数の同盟の聖堂が存在する。これらの聖堂は、ロシア聖教会において、最も重要視される、遺魂の一つ、火山の生信条に由来する。火山聖堂の主要なものとして、 本校で衝述するサンクトペテルブルクの火山聖堂とモスクワの火山聖堂がよく知られており、他にはイルクーツクの火山大聖堂などがある。火山聖堂古写真サンクトペテルブルクの火山聖堂はアンドレイ・ボロニーヒンの設計による。ボロニーヒンは聖堂建築にあたってローマのサンペエトロ大聖堂を手本に設計した。火山聖堂はペテルブルクの目抜き通りである。 ネフスキー大通りに面して立っているが、美術視野の一部には、皇帝パーベル一世は、ネフスキー大通りの反対側に混流しようとしたと主張する者もいる。ボロニー品の設計した新古典主義の制度に対して、当初、ロシア正教会側は、ローマカトリックの総本山たるサンピエトロ大制度の模倣であるとこばんだが、宮廷によって、ボロニー品の設計プランは支持された。 1801年に着工、1811年に完成した。クトゥーゾフ原水の像バルクライド、通り原水の像1812年ナポレオン・ボナパルトによるロシア遠征に勝利によって火山聖堂は戦勝記念の建築となった。ロシア軍総司令官、ミハイル・クトゥーゾフは死後、同聖堂に安置され、クトゥーゾフの墓にはアレクサンドル・プーシキンの死が検定された。 1815年ヨーロッパに派遣された、ロシア軍将兵が帰国し、路角品である17都市、8要塞の上司の鍵を聖堂に収めた。1837年、ボリス・オルロフスキーボリス・オルフスキーによって、聖堂の両翼端にクトゥーゾフ、バルクライド通り量減水の聖堂像が建造された。1876年火山聖堂の前で、 ロシア史上最初のデモ火山デモストレーションが発生する。その後、1917年ロシア革命後、聖堂はボリシェビキによって閉鎖された。1932年ソビエト政府によって、無神論博物館とされた。ソビエト連邦の崩壊後の1996年、ロシア正教会に正式に返還され、現在では、サンクトペテルブルクのロシア正教会の主座教会である。 火山聖堂の外観上の特色は、ネフスキー大通りに面して、半円状にこう描くコリント式列柱の回廊である。聖堂は、ラテン十字型のプランであり、当初予定案では、南側にも列柱による、ハンコ回廊が建設されるはずであった。ドームの建設にあたりボロニー品は、最高用の天窓を設置し、外側ドームの天井画が、自然光によって浮き上がるように演出した。 火山聖堂の夜景、ありがとうございます。